こんにちは。今日は ここにスマホを置きたいな。そう、TikTok。 よし、 TikTok でもやりたいと思って始めてみましたけど、32分でしょ。どうしようかな。10分ぐらいにはちょっと終わりたいなみたいな。まあちょっと、まあ、ちょっと適当な感じで。もう最近肌がね、ちょっと乾燥してきてんですわ。だからもう厚み塗りをせずに、山山さんハートミーありがとうございます。厚塗りをせずに、さらっと一緒に準備しようって感じで。どうしようかな。ちょっと明かりがな、明かりが今日微妙なんですよ。外がちょっと暗いじゃないですか。今日雨降るらしいからめっちゃ暗い世界が暗いって感じなので、うん、ちょっとどうしようかな、迷うな。あ、やばい、アマゾンセールだからなんか買わないと、買わないとっていうわけでもないんですけどね。ファンデーションでも買おうかな。TikTok ライブの皆様
タップお願いします。えー、230人も見ててびっくりしちゃった、びっくりしちゃった。ティッシュ、ライブ始めたてはね、結構人が入るようになってるのかな。メイク、メイク。あ、でもちょっと適当にやります。すいません、今お米炊いてまして、ちょっと音がねしますけど、これさめっちゃ白く見えるよね。 TikTok だとあれなんですけど、あら、突っ込んじゃった。ちょっと集中してほしいね。お互い集中しよう、マジで。HD さん、バラありがとうございます。クリーンさん、ハートポーズ 662bpm さん、ハートミー。クリーンさん、バラありがとうございます。はい、何やればいいかな。リップはね、今何も使ってないんですけど、あ、どっか行っちゃったな。どこいたっけな。あ、あのニベア、これです。これ使ってます、普段は。これ使ってる人多いですよね。てかちょっと暑いかも今日。今日だって29度とかでしょ。ちょっと夏なんで、皆さんちょっと体調というか服装とかね、気をつけてお越しください。もうあれ流したいもん。てんてんてけてけてんてんてけてけてやつで、今日暑いっすね。今日めちゃくちゃ、しかもさ、ちょっと雨降るからちょっとムシムシもしててめっちゃ暑いと思う。さらに映画館の中は分かんないな。ちょっと涼しくなってんのかな。でも私一回行った映画館が暑すぎて、あれかな、フィルム違うな、なんだ、なんかを見に行ったんですよ、一人で。なんか見に行った時に、なんか暑すぎてもう全く集中できなくて、空調どないなってんのと思いながら見たんですよね。そう、結構満席に入っててみたいな状況だったんですけど、ワンピースかなんかの映画だった気がするけど、
のでちょっとぜひ体調じゃない服装管理ちょっとお願いします。館内暑いよ暑いよ、だってまだ暑いんだ。暑いのって嫌ですよね。なんかその太陽外暑いみたいな暑さだったら私いけるんですけど、ちょっとさ日陰涼しいみたいな、いけるじゃん。でもさ、室内が暑いともう暑いしかないじゃん。しかも人がいると熱気がちょっとあって、もう暑くてムシムシしてて最悪ってなるから嫌ですよね。マジ暑い、本当に信じられないぐらい暑い。ディオールデイジー、でもな透明だしな今日。多めだからね。お、猫の足ありがとうございます、園長さん。イエー。あ、今日までのカードがあるんだった。カード使わないと。あ、23までだった。でも使っちゃえ。スルリンダルマさん、ハートありがとうございます。オニオンナイトさんもケーキいっぱいありがとうございます。園長さんもつむじこてさんもケーキありがとうございます。今日はマジで暑いです。ほんとなんか夏だね。夏帰ってきて嬉しい。
雨わかんないな。なんか5時ぐらいから降るとか書いてあった気がするけど、5、6時、その辺からかな、わかんない。予報だからね。ただソサンさん、ケーキありがとうございます。うん、懐かしいお方だ。こんにちは。びっくりした。明日、そう、ご飯炊いてんですよ。ちょっとなんかお腹すくかなと思って。エイトちゃんの佐賀の方、イエーイ、ヤッホー。集合いつも遅いから余裕ぶっこいてたんだけど、間に合うかしら、間に合うかしら。今は舞台とか、今日は映画の公開で渋谷で登壇します。映画が公開されるので、
HKT の小川さなさん、わかんない私には。めっちゃ暑いね今日。やばいかも。HKT さんはね、ババサヤちゃんとかしか差が、あとソノちゃん、ソノちゃんも知ってます。みんな卒業していきますね。あとは目元にキラキラを入れるだけで今日のメイクは完成にしよう。こんな感じで、あ、やばい、つきすぎた、つきすぎた。回り出したまあいいかもいいかも。トゥルルルトゥルルルトゥルルトゥルルルトゥルルルトゥルル。 TikTok ライブの皆様、画面タップしてハートいっぱい押してください。はい、キラキラかわいいかも。ちょっとピンク入れるかな。
いつもの感じで。できちゃって今で何分だ？56分か。若干ピンク、若干ピンク。ありがとうございます。56分か。どうしようかな。絶妙。もぐもぐ配信はねちょっとしないんですよ。なぜかというと時間がないから。そうなんです。だから10分ぐらいに配信ちょっと終わろうかなみたいな。まあいっか、今日は遠いしな。オッケー、多分。夕方ご飯混ぜて、あのね、食べるんで大丈夫です。食べるんだけど、配信しながら食べてる。余裕がきっとないと思いますので、15分ぐらいまでやろうかな。本当はね、配信してたいんですけれど、そう、ちょっとうわーってやるんで。いや、ラーメンもあるし、今日は透明だし、透明大事ですよ。透明だしね、今日。あ、今日と明日でアマゾンのプライムセールですね。何買おうかな。何やってんだろう、ちょっと。
なんかゴミ捨ててる気がするな。じゃあ、あ、マスカラやっちゃうよーんっつって、こっちが左目が上がってない、落ちてきちゃう。よし、よし、よし。ウィーン、あ、横湯さんハートにありがとうございます。つむじかぜさんバラありがとうございます。ハートミーもありがとうございます。トト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 しちゃった。まあ、いっか。めっちゃ喋ってるお子ちゃんが、お子ちゃんが。服は黒いワンピースにしようかな。でも迷ってんだよね、暑いし今日。暑いしな。あ、今何分だ。半袖で行こうとしてるよ全然。なんならもう半袖でも暑いと思うんだけど。じゃあこれ、このハイライト、
よし、5分ありがとうございます。5分か、あらあら、5分か。大阪雨降ってる、やっぱ雨降ってんのかな。結構今日ね、東京も夜17時18時ぐらいから雨らしいんで、皆さんちょっとね、傘とかさ、雨とか注意してください。オッケー、あとはちょっと髪をやって、ご飯をちょっとだけ食べて、今日のバッグどうしよう。私もさ、バッグを変えるのがめんどくさくてさ、今日は多分ヨシカレにもらったこれにしようかなって思ってるんだけど、めっちゃ可愛いだよねこれね。でしかもこれ中も可愛くて、私まだこれ鏡使ってないんだけどさ、見えるかな、彫刻みたいに。あ、 TikTok の方が見やすいな。めっちゃ綺麗なんですよこれ。使えないけど、めっちゃラメが可愛くて、これ見えないかな、ラメなんかね、ちょっと青っぽいラメが入ってるんですよ。そうだから可愛いんですけど、結構みんな、なんだろう、こうね、女の子とかと会うとね、可愛いラメどこのって言われるんですけども、どこのだろうっつって、フラワーノーズっていうところらしい。全然ドンキで買ったけど、ドンキにある商品けど、全然3000円ぐらいしたかな。やっぱこれはね、するよね。はい、よし、どうしよっかな。今日の髪型を迷っていまして、まあ外羽には変わりないんだけど、まあ髪の毛は着替えてからにしようかな。で、なんか開いた。今日終わり何時ぐらい、何時だろう、映画自体が何分か忘れちゃったな。何分だったっけな。映画自体がな、うん。
マジでどうしよう髪。でもリボンって感じじゃないんだよな。そんな1時間ぐらいじゃなかったっけ、1時間もなかったかな。だと思う、1時間もなかった気がする。50分ぐらい40分ぐらい、本当にそんな感じです。とりあえず髪をストレートにしていきましょう。中島はるか静香さん、ハートミーありがとうございます。あっつ、耳かけにしようかな。じゃあいけるか、こんな感じかな。耳かけにしよう。おくしょー、マジで暑い、夏を感じる、めちゃくちゃ。You got a flare in me。 You got a flare in me。 熱ー。
よし、今何時だ？ごめん、音。15分。じゃあ終わります。うん。ちょっと後ろの方適当にしていくか。こんな感じであっち。アクセサリーはちょっと迷いますので後でやります。それでは13位ちくわどうさん、12位まぼろしさん、11位愛媛のカブナシさん、10位ささんさん、9位えんちゅさん、8位ベルちゃん、会長さん、みさんのは、7位ゆきたんさん、6位つむじかてさん、5位つうりんだるまさん、4位まなちゃん、3位オムライスさん、みさんのは、2位横湯さん、1位おにょうナイトさんでした。そしてこっちは、6位7位からですね。7位オムライスさん、6位えんちゅさん、5位HD さん、4位中島春静香さん、3位つむじかずさん、2位おにょん、じゃ横吉さん、1位くりさんでした。ありがとうございました。それではまた、まったね。バイバイ。こちらも終わります。ありがとうございました。短い間でしたけれど、またやります。